もう7時だ。これからさ、スーパーに水を汲みに行くんだけども、8時になったら閉まるんだよね。あと1時間の猶予、早めに行こう。あ、業務スーパー寄ってこうかな。なんか買うものがあったっけかな、業務スーパー。なんか肉をさ買いたいと思ってるんだけど、業務スーパーではあんまり肉買いたくないんだよね。だから肉は水を汲むスーパーで買おうかな。業務スーパーの肉安いんだけどさ、もうなんかあまり安かろう悪かろうって感じがして、あまり買う気がしないんだよね。まあ肉じゃないんだけどさ、業務スーパーで特用ソーセージっていうのがあるんだよね。それあの安くてさ、いっぱい量が入ってるんだけどさ、まずいんだよね。なんか一時期は業務スーパー結構利用してたけどもね、最近はなんかもうあんまり利用しなくなっちゃったな。カエルの鳴き声がするね。マイクに入ってるかな。いいよね、環境音って。なんかなんて言うんだっけ、ネイチャーサウンドって言うんだっけ、こういうの。カエルの鳴き声、その他にもなんかさ、あの苔脅しの音とかいろいろあるんだよね、ネイチャーサウンドにも。川の流れる音とかさ、基本なんか水系の音が多いね。やっぱり水って癒されるのかな。なんかね、カエルがこうギャーギャー鳴いてる声はそんな不快じゃないよね。だけどなんかさ、人が喋ってる声って不快なんだよな。何なんだろうね。やっぱりさ、その喋ってる声じゃなくてその内容までさ分かっちゃうから不快になるんだろうな。これがよくわからないさ、外国語でなんかペラペラ喋ってるんだったらまだ気にならないかもしれんのだが、九十九里町数少ないショッピングモールっていうのかな、ホームセンターとスーパーとあとゲオがあるという。最近はコインランドリーもできたな。到着、さあ買い物だ。水も汲んだし肉も買ったし、もう今日やることはないな。いやー、なんだかんだでさ、やっぱりアルカリイオン水美味しいね。どうもね、やっぱり最初はね無理して井戸水飲んでたが、アルカリイオン水ですよ時代は。なんか心なしかね、アルカリイオン水に切り替えてから体の調子も良くなったような気がするわ。まだ切り替えて1週間ぐらいしか経ってないけど、今多分7時半ぐらいなんだけどさ、寂しいね。なんか都会だとさ、結構夜中走るとね楽しいんだよね。なんかまだ結構明るいからさ、夜って言っても電灯があるから、まだ街を走ってるぜって感じがして楽しいんだけども、田舎だと全然楽しくないな。ただの暗闇だよね。早くさ、この暗闇から抜け出したいという、早く家に帰りたいって気持ちになってくる。結構さ、まあ週末とかの夜になるとさ、暴走族みたいなのがここら辺ブン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 うるさいんだけどさ、
こんな真っ暗な道走って面白いのかなって、寂しい気分になりそうな気がするけど、でも集団で走るとさ、結構寂しさが紛れるのかもしれないな。暴走したことないから分かんないけどさ、なんかたまにさ、痴漢注意とかさ、そういう看板が立ってるの見るんだけどさ、昼間見る分にはふーんって感じだけど、これ夜になるとなるほどなって感じだよね。こんなとこで襲われたらさ、怖すぎだよね。なんか昔さ、そうそう、俺が中学校の時もね、こういう田舎の中学校通ってたんだよ。まあ実家盛岡だったんだけども、盛岡でもね、あの外れの方はね、やっぱり田んぼだらけの田舎なんだよね。で、あの部活とかでさ、よく夜練習ってのがあってね、毎日じゃないんだけども、確か水曜日と金曜日に夜練習ってのがあって、この真っ暗な道を走ってたんだけど、今考えたらまあそれも危ねえよな。たまにね、あの不審者に襲われたみたいなのを全校聴会で聞いててさ、こういう春先になるとね、田舎って不審者が出てきてさ、よく女子生徒が襲われましたって、朝の朝礼で、あ、虫が、朝の朝礼で発表されるんだよ。で、そんな中、夜練ってあるんだよね。なんか夜夜中学校の体育館に集まって部活するんだけどさ、それ別にさ、あの親が車で送ってくれるとかそういうのじゃなくて、普通にあの児童がさ、自転車で行くっていう感じなんだよね、こういう薄暗い田舎道を。そんで7時から9時まで練習した後に、あの自転車で帰るんだけどさ、正直怖いよね。当時は何とも思わんかったが、今でも夜練ってやってんのかな、今の中学生とかも。そういえばこういうさ、夜中さ、自転車で走っててさ、あの中学生とすれ違ったことがないんだけど、やっぱり夜練ってもうないのかな、今の時代は。危険ですって言って、あ、この LED の安心感ね。今とっさにさ、ちょっと地面にくぼみを見つけたから回避したんだけどさ、この LED のさ、光が強いから発見できたんだよね。これ普通にさ、普通のライトだったら多分そのままドカってなってた。田舎道走るならやっぱり LED 必須だよな。何だろう、釣りかな、軽トラ。よくね、ここの作田川、ヘラブナ釣りの人がいるんだけどさ、ヘラブナってさ、あの調べたのよ。だから別に食べられるわけでもないしさ、まあ食べたとしても、もうそんな美味しくないしさ、だから何のために釣りしてるんだって感じだよね。食えもしない魚をさ釣るなんて意味がないじゃんって思うんだけどさ、あれかな、ゲームを楽しんでんのかな、魚との命の駆け引き。まあ実際命かけてるのは魚で、人間は全然ただ遊び感覚でやってるだけなんだろうけどね。正直釣りはね、やっぱり海の近くに住んでるから何回かチャレンジしたけども、全然釣れないしさ、釣れたとしてもなんかフグみたいなやつなんだよね。とても食べられそうにない魚で、餌代ばっかりかかっちゃってね、やめちゃったわ。いろいろ試したんだけどね、なんか釣り竿ももちろん試したし、あとはあの網、なんかカゴみたいなのを沈めてさ、おびき寄せるやつも試したんだけども、結局ダメでね、もうスーパーで売ってるの買えばいいかって。
そういう結論に達した。なんかそのまだよくわからない時、ここの作田川でさ釣りしてる人が多いなと思ってて、ここ食べられる魚が釣れるんだと思ってさ、俺も意気揚々とその釣り竿を持って釣りに行ったことがあったんだけどさ、まあその時は特に一匹も釣れずに結局諦めちゃったんだけどさ、後からなんかそういうヘラブナ釣りとかをよく見るとさ、みんななんか使ってる竿が特殊なんだよね。俺が使ったやつは普通にリールがついてる海釣り用の竿でやってたのよ。でもね、ここで釣りしてる人はなんかその竿だけなの、なんかこれリールとかついてない感じのなんか和風の竿を使ってるんだよ。だからさ、あれも何しきたりがあんのかな、ここの川ではリール付き扱っちゃいけないとかさ。なんかまあ俺の場合はね、見つからずにしかもすぐにさ手を引いたからよかったけども、それもしなんか地元 の釣りの常連の人に見つかったらちょっと怒られてたかもしれないな。その竿ではやっちゃダメだよって。なんかやっぱりさ、何でもそうだけど何か新しいことをやるってなった時にさ、こう先人の人がいるとちょっと面倒くさいっていうのはあるよね。なるべくさっきの釣りなんかもそうじゃん、こうなんかみんなさ、その多分決められたルールの中でやってるんだよ。竿も使っていい竿が決められてて、ね、そういうルール知らずになんかずけずけとさ知らん顔して新参が乗り込んだらさ、絶対淘汰されるよね。だからもうなるべくそういう新しいことを始めるってなったらさ、単独でできることを俺は選んでるな。こういう自転車配信なんかね、まさに俺一人で完結するじゃん。誰に文句言われるわけでもないし、別に先駆者って人もいないしね。